その嘘はズーリンがすでにもうリンクの中に登場しております。昨年世界選手権初めて登場してクリモア・ポノマレンコについて銀メダルを獲得したマイア・ウソーワ・アレクサンダー・ズーリンのカップルです。平松さん、この人たちの滑りを見ているとエッジワークの切れ味が本当に素晴らしいですね。そうですね、その滑りを十分に堪能していただきましょう。この辺りは何か不思議な雰囲気を作り出してますね。本当にね、非常にエッジワークがシャープで強いですね、はいはい、で今年は非常になんか重厚な感じを出してますね、身のこなしというそんな印象を受けたんですが、いかがですか。そうですね、去年はですね、ショパンの曲を非常に流れるように滑ったんですよね、はい。先ほど平松さんがおっしゃったようにね、今年は非常にその濃厚な感じを出してますよね、はい、タンゴという形のもう本当に持っている性格を出してますね、はい。ソビエトの昨年銀メダルを取ったウソーワ・ズーリンのカップルでした。
フェアなどの時にはもうスタンディングオベーションが出るこのハリファックスのメトロセンターですが、さすがにこういう重厚な演技になりますと、こう静かにさざ波のように拍手がどーっとね鳴りやまず、いい雰囲気ですね。まあ、特にダンスの場合にはですね、はい、あのジャンプだとかスピンとかございませんからね、結局あのフットワークとか、独創性とかですね、そのプログラム勝負になるわけですよね、はい、それだけにあの引き込む要素っていうのは非常に多いんですよね。昨年銀メダルを取った時には世界選手権初出場だったんですが、技術点では 5.9 という数字が1つ、それから芸術点では3つ 5.9 が出たんですが、得点はどうでしょうか。かなり高得点が期待されますね。はい、さあ、しかし技術点の方では 5.9 がありませんね。 5.8 が4人、その他は全部 5.7 です。アーティスティックインプレッションの方はやや上がるのではないかとは思いますが、昨年ほどの点はもらえませんでした。あのプログラムがですね、去年に比べるとね、セパレーションといって2人で離れて動くようなところが多かったんですよね。なるほど。去年はですね、本当に一体になって滑ってるっていう感じで止まるところがなかったんですね。さすがに芸術点の方はやや上がりましたが、この後出てくるデュシュネがの得点が大変気になります。